はい、おんちゃん元気でーす。昨日上げた動画の説明欄に書いてたと思うんですけど、グラニーの3クリアするまでやって、編集もしたんですけど、間違って消しちゃったんで、ちょっと3もクリアしちゃったんで、今回はですね、グラニーの2の方ですね、クリアするまでの方を、まあやっていきたいなと思っておりまして、まあ今回は1回目の方やっていきたいと思います。じいちゃんだけでいいかな。じじい出そうか。じじい出してっていうところでいいかな。じゃあやっていきましょう。まあずっとね、グラニー3もババアしか出してなかったんで、まあ久々のじじい出すか。まあ一応、5日間回してみましょうか。でもね、グラニー2二人が出てこないようにしてクリアはしたことはあるんですけど、普通にね、こう、出てきてクリアっていうのはしたことないんで、ちょっとあんまり慣れてはないんですけど、さあ、ここでちょっと待ってと。足音しますね。はい、めり込んでますもんね。なんでここの階段めり込むの？壁。武器とか欲しいんで、とりあえず3回行きましょうか。電子レンジないね。今日はヘリコプターで行こうかな。ヘリコプターでの脱出を目指したいと思います。あ、そっか。セキュリティキーがいるんだな。あいつ、ジジイのな、肩から下げてるやつよ。あれ多分セキュリティキーだった気がするけど。ここ入っちゃおっか。よいしょ。はい。あ、なんもねえ。多分。あ、あったわ。そらそっか。なんかないよ。3があるわな。ヘリコプターキーか。まあ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 。そこら辺置いときましょうか。まあ、イージーなんで、そんな、置いてこ、追いかけては来ないと思うし、おじいは耳悪いしな。あとあれなんだよ。おじい自体、あんまり耳が良くないんで、そこまで音立てても、そんな敏感じゃないんですよ。ババアの時は気をつけないとやばいけど。まあまあ、ちょっとアイテム探そう。ただね、ないのよ。ハンドルがあるね。ただこのハンドルあんまり使用方法がわからんかったんですけど。ちょっと、まあ保留で。なんもねえな、ここは。これは、ボートのやつやな、さっきのやつ。あー、2階か。2階かな、多分。うん。おそらく2階でしょう。ただ2階には絶対やつがいるんだよな。あ、ここ開けてねえよ。はい。ここはないね。ミートしかないんだが。正味なぁ、ミート。うわ、びっくりした。びっくりした、びっくりした。やべえ、スタンガンとかないじゃないですか。ないなぁ。あ。こっちの方がいいや。もう、なんだよ。つけてくんなよ、もう。こっちから行きましょうか。こっから。よし。やばい、ジジイの笑い声、バリキモいんやけど。ああ、これも後々必要。
ラジカス聞いてるよ。内川りよっか。あ、そうそうそう。これ赤ちゃんらしいっすよ。この四つん這いのやつ。あったあった。ちょっと待って。まあいいや。赤ちゃんどうでもいい。あったよ。感電できるやつ。それと、パズルみたいな写真のやつも。オッケーオッケー。これはあるのは普通にでかいです。なんか、仮面ライダージオみたいな色してるよね、このスタンが。毎回思うんですよ。これあったのは普通にでかいです。ちょっと待ってよ。え、ちょっと待って。マジで今消えたと思ってさ、心臓音バクバクいってるから、多分じじい近づいてきてるよね、これ。撃たれたら。まあ、それならそれでいいんですけどね、別に。パドロップキーがあったわ。あ、やべえ。撃っちゃいけないとこに来ちゃった。そんな気はなかったんだ。こんな人が倒れんなよ。また取れへんから。え、また弾が取れねえんだが。邪魔。本当に邪魔なんですよ。抜いて。とりあえずセキュリティキー取っていこう。あー、でも待って。これをこんなとこ置いてると、この、赤ちゃん蘇った後めんどいんで、とりあえずセキュリティキーだけ持っていこう。まあ、多分そこに置いていれば大丈夫だと思います。オッケーオッケーオッケー。順調っすよ。あ、開けてなかったっけ。開けてない。開けてないんかよ。めんどくせえな。開けてればよかった。一応セーフキーもあったんで、セーフキーは2階のところですね。これの方が先です。このパズルみたいなやつね。お、ハンドル。ボートかよ。ただそのヘリコプターのなんかマニュアルみたいなのがあって、それを確か拾わんとダメだった気がしますけど。はい。で、ここ行って、ここにと、はい。で、さっき洗面所みたいなところにあったなんかよくわからないやつも言いますね。ボートキー。ボートキーはいらんのよな。今回ボートで脱出は一応しないんで、ボートはいらないですけど。鉢合わせが一番怖いですね。オッケー。うん、これ引いとくか。これ引くとこっちにこう、うん、待って、今がなんかラジカス鳴ってるから多分あいつ3回いるよ。積極的に打っとこう。ちょっと待って、取れねえんだから。OK。積極的にこういうのも打っとこう。ちょっとでも眠ってもらえた方が楽なんで。一応、タイムリミット的なやつ2分あるんで、早めにこう、セーフティー取っていこうか。パドロックだった。あれ？パドロックどこ？待って、わからねえ。保留。完全にセーフキーと思い込んでたらパドロックだった。煽っていく。起きてんのかな。起きてる。もう2分も経ってる。は
早くね。よいしょ。ここまだ調べてない。ん？あ、あったあった、これこれこれ。このマニュアルみたいなのがあると、ここにね、ヘリコプターのマーク出てきますね。多分これで使えるようになると思います。まあでもあとはね、セキュリティとかいろいろこう、していかないとダメなんですけど。まあまあ、使えるようになっただけでもでかいかなと。あれ、いないね。あれ、いない。開けとこう。一応。写真のこれが必要なんだよな、今。どこにあったっけ？なんかどっかあったよね。あとあれ一枚ずつ探していきたいところではあるんですけど。これね、これも写真並べるセキュリティの後に必要になってきます。あったあった、これこれ。また聞いてるよ、あの人。なんだっけ、聞くんだよ。しかもこの曲なんなん？聞いたことない。まあ、もちろんこれ外国の曲っていうか、まあ、外国のゲームなんでね。まあ、知らないって当然なのかもしれないけど。落ちちゃった。落ちる気なかったのに。もう一回登ろう。こっちね。この中とかたまに入ってたりする。おお、あったよ。これで確かね、どっか開けるんやな。はい。うん。いないね。よし。ここを確か開けるんだったけど。おー、テープあった、テープあった。このテープの使い方はもうちょっと面白いんで、まあ、これは後での楽しみってことで。はい。でもここら辺に置いとこうか。なるべく近い方がいいでしょ。あと、そうっすね、ショットガンかな、と必要なの。でも一応、これが防犯カメラ的なやつになってて、まあ見えるんですけど、G が見えねえんだよな、いつも。やべ、いた。まあただ一応これさえあればってところではあるけど、ない、あれ。待って待って、あったあった、これこれ。うわ、マジで。だから、鉢合わせが一番ダメなんだって。二日目だ。一日目で14分、まあ、約15分ぐらい使っちまったぜ。これまた長い動画になっちまうじゃねえか。これ、ここ一回作動させて、読んどった方がね、ちょっとは一応安全なんでね。まあ、僕が思いついたやつじゃないんですけど、足音聞こえるんで、はい、これね。さーてと、
一回死ぬとね、開けた棚とかも全部閉まっちゃうんで、それはちょっとめんどくさい。どこ調べてどこ調べてないかっていうのが、あと一応写真もう一枚なんですけどね、写真がないね。これはあれか、ボートのやつですね、スパーククラウド。これもね、なんか使い方よくわからんかったんですよね。本当に鉢合わせ怖いよね。さっきの鉢合わせだからね。鉢合わせはね、もう、本当に、不可避なんで。ドアロックってどう使うの？すぐね、そんなやらないからあんまりわかんないんですよね。赤ちゃん復活してるよ、このハー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 言ってんの。あ、パドロック思い出したわ。パドロック思い出した。いけるかな？一応下いなかったらいいんだが。オッケーオッケー、使い方思い出した。とね、ボートの横の、なんか。なんで？なんで？なんで？なんでおるん？そんなん聞いてない。それなんか無茶ぶり的なことやめて。いるんだよな。地味に追いかけてきやがるんだよ。な、大丈夫っしょ。イージーやから、そんな足速くないから、なんとかなる。早くハングリー。あのハングリーだって食べられるよ。ね、あ、門が開くだけか。ボートで脱出しようとしてないから意味ないんだよな。ここに来ねえのかな。あ、ボートのとこ来られたらこっちら意味なんだけど。待って待って、来てる来てる。初期値よ、ここ。大丈夫かな？おぉ、いるね。マジで、なんで壁から手見えてんの？からみたいなちったな。やべ、パドロックもこれか。あとセーフキーとかいるな。ちょっとこれマジスタンガン拾っとこう。こん中もこれしかないよね。ウェポンキーいるんだよな。ウェポンキーが、ウェポンキーがいるんですよ。ウェポンキーはで、これはハンドルか。さっきから同じように出る。マジでないんですけどね、何も。ここはないね。どうしよっかな。一回パズル見つけて、パズル見つけてからやるよって言ったの。とりあえずパズル見つけて。ジジイの体パズル、あれを見つけて早めにはめたいところであるんですけど、ワンチャン鍵いるんだよな。鍵いるのめんどくさいんですよね。これセーフキーですよね。セーフキー。
マジで赤ちゃんのとこセーフティーにしてほしかったな、パドロップじゃなくて。パドロップはもう必要ないんですよね、あんまり。今のところは。なんもねえし。あ、これね。さっき聞いてない。いや、音でかっ。カメラの音でけえや。でかすぎ。うん、でもなんもないんよな、ここも。あ、待って待って待って、でもここにあったよな。ここにあったな。あったあった、これこれ。ピクチャーやから写真だったわ。はい。ちょっと早めに行きましょう。木なのこれ。あ、違うだったわ。オッケーオッケーオッケー。よし。これで一応セキュリティは開いたんで、ただ、マシンガンがないんで、ちょっと、きついな。はい、これで一応セキュリティは開いたんで、このドアは開いたんですけど、テープの本のとこ。さっきのやつが、まだ、うわ、ウェポン機こんなとこ落ちてた。マジ？やった。よし、ウェポンキー落ちましたね。これはマジでありがたいですけど。ただでもさっき赤ちゃんバーンやってたから、あそこにジジイいる可能性ワンチャンあるんです。うん、うん、大丈夫ですね。そこまで過保護でもなかったっすわ。ここね、はい。よし。なんかね、何かしら武器あればやっぱり強いよね。はい、しよ。どうしよう。わー！また撃っちゃいけないとこ撃っちゃった、ごめん。金的今日2回目や、ごめんなさい。多分もうじいちゃん気絶してるよな、これ。閉めんな。感電も、このマシンガンもあんなとこ撃たれたら、ああ、そうそう、あとここね。まあ一応カッティングのやつないから、今意味はないんですけど、まあ一応開けとこう。ここが開くんで、もう開けときましょう。向こう行ったらいっぱい弾あるんでね。はい、ここ。まあ、射的っす、射的。あっ、開いた。で、ここにさっきの言ってたやつ、はめるんですよ。そうすると、通れるようになるんで、そこにね、あれが出てきますよ。あー、マシンガンみたいなもう一個入れとこう。打ちそびれた時とかあるね。鍵とかないね。さて、あとは何が必要だ？あ、あれだ。洗面所ですね。一回打っときたいな。一回打って眠らしときたいんですけど。どこにいるんだろう。いない。あれ、3回行きやがったぞな。こいつ。あいつ多分3回行きやがったな。この野郎。
死んだ？ん？あれ、いない。あれ？マジいないんですけど。地下？まあ、こうなると地下しか考えれないですけど。たまにこっちいるときあるけどないね。ならもういいや。早めに持っていこう。おいお前なんな、マジでお前上おるやん。タイミングよ、出てこいつっとき出てくんよ。さあミカメイ、ミミミミカメイ。いやーまさかの殺され方だったよな。いると思わんし、後ろ下がろうと思ったらなんか手引っかかっちゃった。ちくしょう。まあでもあそこあるんで、まあパッと持っていっちゃいましょうか。やばい、もう2回も殺されちゃったよ。さあどうだ、早く来い、早く来るのだ。来た来た、上めり込みおじちゃん。てかなんで逆にさ、グラニー3になってすぐに急に武器持つんだよ。武器というかあの銃みたいなやつ持つんだよ。ウソでどうしたさ、ウソでどうしたさ。待って、ちょっともうこのさガソリン缶も運んどこう。よし、クリア。一応間近ですこれ多分。あとはまずはこれであそこ開けます。テレツテツテツテ。ただ今武器がないんでちょっと降りたくないんですよ。はい、これでここの照明が青くなるんで、テープテープテープ、これこれ。はい、まあ、ここを通れるようになるんですけど、これがよくわかんないんですよね。あ、待って待って、でもヘリコプターキーがねえや。あー、やっちゃった。ヘリコプターの鍵忘れてたわ。まあ、これでなんかテープあったらこれ直るんですよ。どういうヘリよ、テープでヘリコプター直すとか。人類史上初じゃね。テープおもちゃやん、トミカやん。でっかいトミカ、乗り物ゴーゴーパラダイス。そんなこと言ってる間にこのガソリン缶が、ガソリンを、まあ、もちろんのことながら入れないとダメなんで、ここに入れます。ここに、はい、あと鍵だけですね。ヘリコプター機見てないぞ、でも今日見てないぞ、でも今日多分何かの鍵にあるんでしょうけど。ちょっとほっとこう。多分発射できないはずですよ。ほら、ヘリコプターキーがいるんです。めんどいな。鍵がやっぱり。んで、ここなかったよね。やべ、武器もないんだ。おお、待って、なんであいつ気づかん。待って、ほらほらいるんですけど、そこに。危ねえ、落ちたらまんまいたわ。怖っ。ちょっとこっちから降りるか。まあ、こっちも言うてそんな目の前なんですけど、まだマシでしょ。
あと多分セーフキーとか必要ですね。セーフキーでなんか開けたらヘリキーあるんじゃないの？多分。あ、待って。あ、ごめん、あったわ。ごめん、あったわ。お分かりいただけただろうか。そういった全国の立ち入ってはいけないと噂される場所では、我々が到底解明することのできないことが起こり続けているとでも言うのだろうか。だいぶ前に拾ってた。何の時間やねん、もう無駄すぎ。さあ行きましょう。もうクリアでございますよ。皆様いいですか？もうクリアです。あとはですね、このヘリコプターにこの鍵を持って、はい、乗り込んで、エンジンスタート。3、2、1。はい、クリアー。今回簡単やな、1回で落ちた。音楽のセレクトおかしいけど。多分なんかいるしな。脱出成功。はい、ということで、クリアできました。またあの難易度上げたりとか、あの1とかまたね、あのちょっともうちょっといるけど3とかもまたやりますのでね、交互期待。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。